ヘイヨー、ケンツメシです。はい、今日もね、クラやっていくんですけど、今日はですね、12時、2月9日12時になったタイミングで動画出してるんですけど、これね、ちょっと訳がありまして、まあ、これで、ちょっと後言います。皆さん、突然の疑問、突然の質問なんですけど、日本で一番トロフィー高い人は誰でしょうか。チッ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 チーンってことで、そうですね。この間前シーズンが、シーズンが長い時でね、その時に、ジャック、大文字ですね。JACK って感じで、ジャックくん、まあ、ジャックくんですね。学生なんだよね、彼。ジャックくんが、グローバル1取ったついでに、6749、最多トロフィー。今までラットインプスの6605が日本人最多トロだったんですけど、最多トロフィーは6749と。なるほどね、と。うんと。ちょっと待てよ、と。何このレジェンドトロフィー。レジェンドトロフィーって何って思う方がいると思うね。ちょっとね、同時に、言いたいと思います。レジェンドトロフィーはシーズン終了後に、累積しなくなりましたと。あ、レジェンドトロフィー5497。はぁ、あ。グローバル1の人で5497か。へぇ、みたいな。ケンツメシどんなもんなんやろ。あ、13,443。え?みたいな。え?みたいな。これ実はですね、このクラロアのリーグが実装されるとき、ね、このリーグですね。この上の修羅の道からをリーグって言うんですけども、このリーグが実装される前ですね。レジェンドアリーナまでの時なんですけど、このレジェンドアリーナも確か出た時だったかな。でも、ホグマウンテンがレジェンドアリーナだった時に、トロフィーのね、リセットがね、確か4000トロフィーかな。3000トロフィーか4000トロフィーに、毎シーズンこうリセットされるんですよ。シーズンが2週間ぐらいでリセットされると。なんでその4000以上かな。まあ忘れたんですけど、例えばトロフィー5200だったら、5200でシーズンフィニッシュしたら、4000からプラス1200上げたことになるので、1200個のレジェンドトロフィーに、加算されるっていう風でね。で、この使い道は、まだ謎なんですけどね。なんでこのレジェンドトロフィーが高い人っていうのは、昔活躍してた人。なんで、古参プレイヤーというやつですね。いわゆる。なんで、これが昔高ければ高いほど昔のスターだったなって感じです。なんで、ジャック君とかは、言うて最近、自分より、ケンツメシよりも後に、こう、ガガガンって伸びたっていうタイプのプレイヤーですと。なるほどね。多分、大体そうだと思いますね。ローカルのトッププレイヤーとかは。多分、スズちゃんとかも、ユニレベ仕上がりも遅かったんで、あ、でも11,148か。まあ、スズちゃんも昔ってたもんな。まあ、そんな感じで、あるわけなんですが、じゃあ、レジェンドトロフィー最多、日本最多誰と思って、自分調べたんですよ。で、まあ、知ってたんですけどね。まず、みかん坊や選手を見ましょう。みかん坊や選手もね、昔からね、トップに続けたんで、みかん坊や選手28,191。ケンツメシがだいたい15,000だったんで、もうね、いかに昔からトップに続けてるかってのがわかる数値ですね。レジェンドトロフィー。素晴らしい。今はね、このレジェンドトロフィー増えないのね。28,191と。さあ、そして、同じく、スタープレイヤー、イサポロンパイセン見ていきましょう。イサポロンパイセン。イサポロンパイセンは26,234。なるほど、26,234っていうのは、まあ、さっきのね、みかんさんと同等、まあ、かなり高い数値ですね。あとね、ナオウさん。ナオウって俺フレンド持ってたっけな。あ、いた。ナオウさん。もうね、リアル忙しい引退しちゃったんですけど、28,314。だこの3人がライブリー30種って言われてて、昔からね、マルチの上位を独占していたので、このレジェンドトロフィーが多いってわけですね。じゃあ、サイトは誰なのかと。あれ、フチパイセンも結構昔やってたしなぁと。22,475。サイトは実はね、こちらです。33,398。ジャックさんです。先ほどの大文字ジャックさんが、サイトトロフィー日本最高。そして、この小文字のジャックさんが、日本最多レジェンドトロフィー所持者っていうことで、これ実はね、知られてないし、レジェンドトロフィーの存在自体知られてない。で、これの使い道が、なんかね、タワーのスキン変更とか、そういうのって言われてたんですけど、まだ使い道はね、まだ発表されてないんですよ。なんで、これがね、ひょっとしたらめちゃくちゃ高価なものに変わるかもしれないと。で、なぜこれ12時に今日動画上げてるかっていうと、こちらジャックさんのね、誕生日ということで、はい、ちょっとオシャなね、感じで動画出させていただきました。誕生日おめでとうございます。ということで、ケンツメシのツイッターの下に貼ってあるんですけど、
見たらわかると思うんですけど、結構ね、ジャックさんにお世話になってます、ケンズミシ。はい。クラル和解の親分みたいな方で、ご飯とかつけてったり、もらったりとかね、いろいろとお世話になっているということで、自分にね、どんなプレゼントができるのかと、思った結果、この動画にて、動画を作るというね、記念というものに、行きましたという感じですね。はい、ジャックさんもね、ツイッターアグリートの下に貼っておきますので、はい、皆さんぜひね、ご覧ください。というわけで、日本最多のレジェンドトロフィーってことは、昔からずっとトップにいたわけですよ。本当にケンズメシがクラルを始めた時からずっと1位にいました。で、なぜね、どんなデッキ上げてたかっていうと、今出たんですけど、こちらですね、ジャイサン重視。ジャイサン重視ってめっちゃ流行ったじゃないですか。てか今も流行ってるじゃないですか。日本で言ったらこう、ショーチン、ディープスワープのショーチン、まあ、ショーっていう方が、ジャイサン重視でトロ爆上げしてたんですけど、ジャックさんが昔っからジャイサン重視を使ってたんですよ。それ知ってて、ジャイサン重視って珍しいな。今となっちゃう当たり前なんですけどね。で、こちらのレシピだったんですよ。昔はポンプ入ってたんですけど、昔はね、バーバリアンとか大砲とか入ってたんですけど、このデッキ、先ほど聞いたところこのデッキで。で、ここがね、コジョババなのが今あって、ここが、エリクサボンとかなんですけど、ファイヤーボール入ってたんですよ。このジャイと三重種ファイヤーボールと、このガゴガゴっていうのが特徴的なデッキだったんですよね。で、こちらね、まあ、一戦使いだと思うんですけど、だからジャイ三重種とかを、最初に日本で使ってたのは、多分ジャックさんですね。自分の知ってる限りだと。まあ、もちろん他にもこう、使っていた方がいると思うんですけど、なんでね、こう、やっぱ、昔からこう1位とかね取ってたってことは昔からこういう強い戦術を使ってたんだなっていうのもあって、ようこんなポンプなしのデッキ使いこなせるなと思ってね、マルチ一戦行って今日はね終わりたいと思います。さあ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 、クララっていうゲームはすごくてですね、まあオフ会とかしたことある方も多いと思うんですけど、人とのね出会いがすごくて、本当日頃からお世話になってる方ばっかでね、つい先日も剣詰しプロ発表したわけなんですけど、ザップ外していくしたわけなんですけども、やっぱりこうね一人じゃできないなっていうことが多いし、こう例えばっすよ、おー IT ザップ、なんと例えばクラッシュロイヤル、クラロワのプロゲーマーですってなるんですけど、そのプロの価値っていうところに行くとですね、クラロをプレイしてるユーザーさんがいないと、まあクラロが存在しないってのもあるんですけど、ざっくりした話ですよ。クラロをやってるプレイヤーがいないと、その価値がないわけですよ。競い合う、まあ母数がないって言ったらあれなんですけど、なんでね、こう、やっぱ視聴者さんにも感謝だなって思いますね。いつもこう、動画見てくださってたりとかっていう感じで、こう最近ね、剣詰師を思うわけですよ。この、クソ生意気キッズなんですけど、俺も。キッズながらに最近思うことがあって、やっぱこう、周りの人に支えられてんなみたいな感じで、勝てないっすね、これ。シビア。相手メガナイトクラスっすね。そうって思って、なんかね、こう、人は一人じゃねえと言いたいわけですよ。そう。なんでね、こう、普段あんまこう、面と向かって言えないんで、やっぱこういうね、こう、誕生日祝うときとかはね、こう、感謝の気持ちをね、言うわけですよ。まあ、普段からも言ってるんですけど。まあ、皆さんもこう、周りにいる方をね、しっかり、まあ、対戦するっていうのは当然なんですけども、まあ、こう、今ね、こう、関わってる人はね、こう、当たり前じゃないんだよっていうことをね、思っとくといいと思います。さあ、インドラ強いですね。なんで、昔のジャイサン重視、渋いっすね。これ、ポンプがあろうがなかろうが渋いっすね。今ね、このメガナイトコカツがめちゃくちゃ強いんでね。そうなんですよ。ボコられる動画となっております。レジェンドトロフィーの使い道は、マジでね、大事っすよ。気になるもん。何に使えるか。まあ、公式がほったらかしっていうことはないと思うんですけど、どうなんすかね。スキンとか変更したいですけどね。こう、ゴーレム、スキンだったりとか、そういうので変更したいんで、割とマジで実装は心待ちにしてはいるんですけどね。さあ、ホレイかまされて、これもまたね、はい。人との巡り合いっすよ。要するに、これもまた結びってやつですよ。
君の名はで言うと。レジェンドトロフィーでね、はい、なんでね、ぜひ、クララ公式さん、今日誕生日のね、ジャックさんがね、こう、日本一、レジェンドトロフィーね、保持者ってことで、持ってるわけなんで、ぜひね、1トロフィー10万円ぐらいに換算してください。はい。自分もレジェンドトロフィー1万5000円ぐらい持ってくんでね。皆さん、よかったらですね、レジェンドトロフィーのいい使い方を、コメント欄にて、書いてみてください。もしかしたらね、あなたの意見が採用される企画かもしれない。わかんないですけどね。というわけで、改めて誕生日おめでとうございます。というわけで、こんな感じでね、昔のデッキ使ってた、まあ、今日は結構雑談重視なんですけど、レジェンドトロフィーとかの、まあ、可能性ね、実装されるといいかなと思います。しっかりとね、また明日から動画を上げていきますので、よろしくお願いします。では、皆さんよろしくにありがとう。おやすめし。